はい、では久美子さんよろしくお願いします。はい、今朝から夜までこんなに元気でいいなだろうかっていう元気いっぱいの堤久美子です。全然疲れないんですよ。かかってからちょっと変わってですね。今日もおとなしくしていたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、もうどんどん喋っていただきたいと思うのでお願いします。そう、はい、私今日さっき青天の霹靂な事件が起きまして、私ミッションをハブ入りでリードしてたんですよ。そしたらもう山脇さんもゲラゲラ笑っちゃって、本当に2年前と全然違うこと言ってるじゃないですか。やっぱ過去の栄光とか過去こうやったからとか、それ全く関係なく本当に今を生きるっていうことがアイアイで提供できることだな。そして過去を含んだこの経験こそがものを言う積み重ねのことも両方あるな。なので私は自分が本当に恥をさらけ出してでも20代の方たちと対話を本当に膝つき合わせて対話することが未来の可能であり、新しいアイアイのコンテクストのスタートだな、コンテクストが決定的っていうのを本気で生きた1週間でした。でさっきあかねちゃんが10の2をリードして嬉しくここに参加してますって聞いた時、もう涙が出そうになっちゃって、そういう人たちともうやれるこのミーティングって素晴らしいなと思うし、やっぱりアイアイをリードするってことは生きた今を自分らしくどこまで行っても終わりなき改善の精神で若々しく生きられる可能性と豊かさで生きられるってもう確信しちゃって、私それで元気なの。58歳ってやっぱね、ちょっと気合入るよね。先生が58歳の時出会ってるので、私頑張んなきゃって思いまして、まあ明日は疲れそうだけど今日は頑張りますよ。やばいってなったので動きます。はいはい、動いていきたいと思います。はい、上振れを目指します。